小、コロリョフは、ロシアのモスクワ州にある都市で、ソ連及び、ロシアの宇宙開発において、重要な役割を果たしてきた町である。人口は2010年で18万3500人ほど。2002年国勢調査で14万2568人。1989年ソ連国勢調査で15万2463人。 コロリョフ市のモニュメント市とモスクワの中心からは2 3トル北東、市境となる、モスクワ環状道路からは7トルほど北東に位置する。モスクワ市境とコロリョフやムイチ市の町の間には、ロシヌイオストロフ国立公園の森が広がる。同国立公園の半分はコロリョフ市に属しており、市内の森林面積の多くを占める。コロリョフはムイチ市を呼び、 指ヌの師に接しており、モスクワ州の近郊でも最大級の人口集積がある。その他、10キロから20キロ以内には、イバンチェーフカ、プーシキのシチョルコボ、バラシュハなどの町がある。コロリョフの位置には12世紀には、東、スラブ人が住み始め集落ができていた。この地は、モスクワとウラジーミルスーズダリ大公国の間の交易路上に位置していた。 モンゴルのルーシ進行により、ウラジー・メルスーズ・ダリ大公国は打撃を受け、この地域も衰退していった。18世紀になり、ロシアでも、最初期の大きな繊維工場がこの地に立ち、リンネルや衣服を生産した。19世紀末には、モスクワからヤロスラブリへ向かう鉄道が通り交通が便利になったため、 ポドリップキという別荘の集落ができ始め、裕福なモスクワ市民が別荘を構えた。コンスタンチン・スタニスラフスキー、アントン・チェーホフ、ワレリー、ブルーソフ、ボリス・パステルナーク、アンナ・オフマートバ、イサー・クレビタン、パーベル・トレチャコフ、マリーナ・ツベターエワ、そしてウラジー・ビル・レーニンらが滞在している。1918年、この地にペトログラードから大砲工場が移転し、 ロシア内戦の中で兵器生産を開始した。やがてこの工場がソビエト連邦の対戦車兵器や対空兵器の開発の中心地となった。コロリョフ市にあるロシア連邦宇宙局のミッションコントロールセンター、コロリョフ市の市街地1924年、大ゲーペイウによる最初の労働コミューンがこの地に作られた。1928年には、 大砲工場の労働者の集落は、ミハイル・カリーニンにちなんで、カリーニンスキーと名付けられ、1938年、死となり、カリーニングラードという名に改名された。第二次世界大戦後の1946年、大砲工場は、ソ連の宇宙開発の指導的人物だった科学者、セルゲイ・コロリョフの指揮により、打ち上げロケットや宇宙船の生産工場として、再編成された。 この工場は後に SP コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアとなった。またミッションコントロールセンターツープも置かれた。1996年7月、カリー・ニングラード氏はコロリョフを記念してコロリョフ市に改名した。2002年国勢調査の時点で142,568人とモスクワ州でも7番目に大きな町だったが、 郊外の住宅都市として人口は流入傾向にあり、2007年には人口は173,600人とモスクワ州でも4番目に大きな町になった。市の最大の雇用主は航空宇宙、国防企業 SP、コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルニアである。宇宙関係や国防関係の企業や研究機関が集積しており、 科学都市に指定されている。その他の産業には製材業や包装業、繊維工業などがある。コロリョフへは、モスクワのヤロスラブリ駅からエレクトリー地下が通っている。また、周辺都市へのバスも運行している。ありがとうございます。